週間のお天気をお伝えします。明日日曜日は北日本雪や雨が降ります。雪で降っても湿った重い雪となりますので路面状況の悪化お気をつけください。また西から天気は下り坂で夜には九州地方雨が降り出す予想です。また13日月曜日になりますと西から東まで広い範囲で雨となります。週明け月曜日通勤通学の時間帯にも影響がありそうです。一方で14日火曜日になりますともう東日本は天気回復となります。一方で西日本は少し雲が広がりやすい空続いてしまいそうです。また14日火曜日から15日水曜日にかけて冬型の気圧配置となります。強い寒気を伴っておりますので北日本日本海側から北陸にかけて大雪や吹雪の恐れがあります。降り方に注意してください。その後だんだんと冬型は緩み16日木曜日以降は日本海側は雲が広がるものの太平洋側は晴れる日が多くなりそうです。また寒気南下に伴って気温のアップダウンも大きくなりますので体調管理しっかりと行ってください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。